どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン S、 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは A 生涯 G 党さんからのリクエストですね、フレデリック・セペタ選手を作っていきたいと思います。あ、間違えた、やっていきましょう。セペターじゃなくてセペダーなんだよね。なんかちょっと調べたところ、ありがとう、なんかいろいろ勉強になります。とりあえず元巨人ということで巨人とさせてください。んー、どうしようかな。ミートパワーでいきますか。ミートパワーカードでゴー、行ってみよう。ひとまずって言い方よくねえか。まあ、とりあえず頑張ります。さあ、初期上、あ、いいね。守備補給が低いのはちょっと気になるけど、まあ、どうにでもなりそうな感じですよね。よし。じゃ、とりあえずぐるっと回って、ミートで上げちゃって、で、やる気上げてでシャッフルって感じでいきましょうかね。なんというかちょっと回復をね、ちょっといい位置に持っていきたいので。はい。マギー。お、いいね。パワーアップ。よっしゃ。あ、これだったら話は別で。赤がなくなったんだったらこっちでいっさい。まあ10回復したんならいっか。どうしよう。とりあえず、温存でいこう。ステージ1は温存。ゴール。ぐるっと回ろうかなと思ったんですけど、ちょっとあえてここはやめます。ステージ2。この後もっといろいろいけると思うんで。じゃあ、まずは、ここはハテナ踏みたくないんで、おい、ハテナじゃない、シャッフル。まずは一丁ラッキートレジャーからの補給アップでやる気、おい。絶好調にしてから、ちょっとハテナハテナでいっちゃおうかな。あー、シャッフルが増えたな。まあまあ、あんま関係はないかな。おっしゃ。とりあえず上げちゃいます、ここ。で、これぐらい疲れてから、回復。じゃあね。4。で、選手に合う。はい、岡本選手。ミートアップ。あ、いいね、いいね。で、どうしようかな。ここでシャッフルっていう手もありだな。ちょっとやってみよう。はい。で、いい感じにちょっとゴール前の赤をと思ったが、あ、わからんな、まだ。とりあえずこうだ。はい。守備と補給が入れ替わる。守備が上がるわけだ。で、選手に合う。あ、バカ！今、シャッフルする意味なかった。あ、でもまあ、選手に合う。どうなるかわからん。どうなんだこれは。エラー回避、エラー回避でしょ。まだいいかな、温存。まあまあ、とりあえずは選手に会えたっていうだけでまだマイナス踏むかマシか。ステージ3。ラッキートレジャーあるうちにちょっと宝箱は踏んでおこうかな。で、まあここが守備なんで、でまあミートパワーも、ここで歩数稼いで、オールパワーとかにした方がいいかな。芯じゃないんだ。で、ここで、さあ、カレンさんがどう？あ、おー、どうだ？これ、あー、ちょっと危ういか、これ。あ、もらった。で、あ、まあ、オールミートでも最悪いっか。カレンさん、物にしちゃおう、先に。はい。よっしゃ、ステージ3いただきました。はい。で、守備が上がる。で、ガンダーにアウト。何か、ヒーリングが理想かな。まあ、吹っ飛ばしでもね。うん、自分の身を守るためですから。よし、オールミートでかなり、6、シャッフル。オールミートってなんか、そういう肉屋がありそうなイメージ。あー、これしくった。まあ、しょうがないよな。だってゴールに行くまで他道ないから。しょうがない。うわ、よりによって9も減るかね。行こう。ラッキートレジャー。新野球人伝。悪球打ち大玉のヘスラ。まあ、しょうがない。で、やばい！やばい！あー、これステージ3で体力使いすぎるパターンは絶対良くないやつだ。後半になっていくにつれてちょっと、いやー、そうだよな、来るよな、それぐらい。まあ、しょうがない。はい、とりあえずやる気、下げる。まあ、我慢。新型超人ね。ほい。で、パワー。で、様々、回復。増えたけど、これはシャッフルしたくなかったな、しょうがない。でも、ゴールに向かう上でやむを得ない。あ、でもいい位置。ほい。10、素晴らしい。で、はい。パワーアップ。守備。さあ、カレンさんがどこに来るか。あぶな。まあ、最悪吹っ飛ばしあるから、そんな気にすることはない。や、おい。ナイスタイミングかもしんないですね。ラストステージ5。あ、これは物にしたいな。まあ、やる気も絶好調にしたいですし、ちょっと現状これは欲しいんで、野球マンの力は。ほい。よっしゃ、会えた。あっさりと会えた。とりあえずパワー C にします。ほい。まあ、そんないいことばっか続かねえよな。
弾道3、4は目指したいけどね。ゴール。いやー、ヒーリングがプロより欲しいな。吹っ飛ばしがあるから、あとラッキートレジャー上がって。博士はいない。まあ、いっか、今回は。じゃあ、いきます。よいしょ。おい。どう来る？あー、また深夜求人年か。まあ、しょうがない。で、何が来る？固め打ち。粘り打ち。バント丸。技巧派な感じが多いな。すっごい技巧派。はい。深夜求、おっしゃ、弾道さん。これはでかい。え、パワー B にしたかったな、今。どうしようかな、これか。とりあえず、このハテナ次第。そりゃないぜ、無地青はきついよ。あ、無地赤だ。失礼。でもまあ、とりあえず、まあ、こっちだな。もう一回しょうがない、もうこれは。で、回復。10、素晴らしい。で、戻ってきて、さあ、カレンさん。まあ、吹っ飛ばしかあるんで、そんな気にすることはないんで、ほい。パワー B。肩と右と優先、まあ、選手に会えるってことはこっちだな。ほい。高速チャージ。外野の高速チャージって何なんだっていう。まあ、大丈夫かな。ありますもんね、吹っ飛ばしカード。1、待って、カレンさんが1、2で来るから、ワンチャン、ワンチャンこれものにしよう。ほい。あくまで来い。まあ、無理だよな。そんな都合いい話はないと。ほい。吹っ飛ばしカードを失う。で、これで、お、来た。よっしゃ、オーラを。これでかいぞ。1、2、で、か、守備力がないのか。まあ、それは、大丈夫かな、まだ。だから、こっちで守備を取るのも手だけど、だったらパワーをガン上げした方が、正直言っていいと思うんですよね。だから、あー、ほんとプロ入りあったらよかったな、これ。ここはアハテナは踏まない。確実に青を取っていきたいと思います。で、こっちかな？肩。で、総力。肩 B 行く。で、できればここでパワーが、行ったね。よっしゃ。で、どうしようかな。残り9、1、2、3、4、5、6、7、8、9。いや、一回ハテナ挑戦してみてもいいかもしんないな。ちょっと行ってみよう。おい。あ、これやねんか。ちょっと怖いな、これ。おい。あー、ミート強化失う。あ、結果これマイナスくせえな。大丈夫か、これ。1、2、3、4、5、6で終わろうかな。そしたら、せめて。このまま帰るのも忍びないんで、シャッフル。で、守備力がちょっと上がってくれりゃ、あ、まあまあまあ、わ、マシかな、まだ、青があるだけ。1、2、3、4で終わりね。はい。で、肩がちょっと上がって、5、なん、まあでも、特殊能力は結構あったんでね。守備力はちょっと低いけど、まあでも、割とありっちゃありなんじゃないか。深夜求人で2匹でこれはありかもしんないですね。そうですね、固め打ち、粘り打ち。技巧派感がすごいな、これ。まあ、悪気打ち。ありっちゃありなんじゃねえかな。とりあえずじゃあこれで完成にしましょうかね。はい。じゃあこれで完成とさせていただきたいと思います。この特殊能力がどう響くかですよね。どこまで使えるかわかん、高速チャージは少なくとも使えないんで、ただ、悪気打ちで意外とそのミートが、あ、でも、どうなんだろう。悪気打ちダメだよな。まあ、でもどうなるかだよね。もし、セペタが選球眼持ってなくて、持ってなくてって言い方あれだな。なんか選球眼が、と、結構セペタ良かったよね、確か。でもまあ、まあ、悪気打ちするタイプのセペタだったらどうするっていう。でも粘り打ちの悪気打ちは気になるな。ということで、それではアップロードしておきたいと思います。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃあね、1年間回してみて、どんな成績になるのか見ていきましょう。はい、1年間回してみた結果でございます。打率が3割を超えました。3割4厘18本75打点といった感じですね。20本まであとちょっとだったんですね。打率はチーム3位。ホームランはチームトップ18本。まあ次に陽大寛さんが入ってくると。まあチームトップのホームランを叩き出すことができました。打点はチーム2位と。なかなかいい成績なのかなと思いますね。はい、三振は87で結構少なめですよね。その、やっぱそうですよね。1位の陽大寛と比べたら。うん。まあ、何よりその、なんでしょう。粘り打ちとかが効いたのかなっていう感じですよね。ちなみに夏男がついたようで。うん。やっぱり粘り打ちの効果でしょうね、一番は。併殺9に2桁いかなかった。盗塁はまあないでしょうね。といったところ、長打率は高い。うん。そうですね。三振がやっぱりちょっと少なかったっていうのはやっぱり想像通り、この、まあ、粘り打ちと悪気打ちが、まあ、多分それも含めて、
この、この打率でしょうね、きっと。3割超え。じゃあ、守備はどうだと。2エラー。まあ、守備力 F じゃ、それぐらいあるかな、という感じですよね。ちょっとだから、まあ、チームにもよりますけど、割と DH とかの方がいいのかなと。あるいは、どうかサブポジを覚えさせるとか、そういう使い方の方が意外と良かったりするかもしれないですね。まあ、ちょっと、わかんないですね。肩 B をどう活かすかですね。気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストをする場合は動画概要欄をご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。